二川貴広二川貴広は大阪府高槻市出身のサッカー選手。JFLFC ティアも平方所属。ポジションはミッドフィールダー。元日本代表。小中学生時代は地元高槻市の競合クラブである高槻 FC に所属した。小学時代は大阪でもベスト4が最高成績だったが、中学時代は3年時にクラブユース選手権。 関西大会で J リーグクラブの下部組織を抑え優勝し、自身も MVP を受賞した。1996年にガンバ大阪ユースに入団。主にボランチで活躍。3年時はキャプテンとしてチームを牽引し、クラブユース選手権にて優勝。高窓宮杯にて準優勝という成績を収めた。1999年にトップチームに昇格。 同期昇格の大黒まさとは、ユース時代からの名コンビで知られ、大国が札幌にレンタル移籍した1年間を除いて、2005年まで同じチームでプレーしていた。昇格2年目の2000年頃から出場機会を増やし、2002年に G 大阪の監督に就任した西野明からも中盤の様々なポジションで起用され、繊細なボール感覚と抜群のパスセンスを発揮し、 遠藤康人らと共に、G 大阪の攻撃サッカーの中軸を担い、2003年からは、背番号を10番に変更。リーグ初制覇した2005年は、主に3から5から2の中盤の左アウトサイドとして出場していた。2006年以降は、主に4から4から2の2列目の左 MF として出場している。2006年8月アジアカップ予選の西アジア遠征で、 日本代表に初招集される。同年10月4日のキリンチャレンジカップ2006ガーナ戦で背番号10をつけて A 代表初出場を果たした。2007年のリーグ戦は全試合に出場した。2008年 J リーグ選抜に選出され、韓国 K リーグ選抜とのオールスターゲーム所もカップに出場。AFC チャンピオンズリーグ2008では、 グループリーグで3得点を決め、決勝、第2戦のアデレードユナイテッド戦でも、ルーカスの2得点目をアシストし、クラブのアジア制覇に貢献。同年度の日韓スポーツ提供、黄金の圧勝を受賞した。同年12月に開催された、FIFA クラブワールドカップ2008では、怪我を押して出場するが、初戦のアデレード戦で怪我していた部分を再び痛め、 本人も楽しみにしていたヨーロッパ王者、マンチェスターユナイテッドとの準決勝は欠場。3位決定戦の CF、パチューカ戦では途中出場するも、試合終了間際にレッドカードを提示され、退場処分を受けた。2009年は、前年に負った怪我により復帰が遅れるも復帰以降は、校長を維持し、天皇杯決勝の名古屋戦では、 試合を決定づける3得点目を決め、チームの天皇杯連覇に貢献した。2010年の前半戦は、攻撃陣に負傷者が続出する中、活躍を見せたものの、夏に体調を崩してからは不調に陥り、後半戦はこの年対等した、宇佐美隆の活躍もあり、控えに回ることもあった。それでも2011年には、復活を遂げ、4年ぶりに、 リーグ戦30試合以上に出場した。2012年もシーズン通して安定した活躍を、ミセールもチームは初の j に降格となった。自身初の j にでのプレイとなった2013年、多くの若手選手が台頭したが、シーズン通してレギュラーの座を譲らず G 大阪の j に優勝と1年での J1 復帰に貢献した。2014年は主に、 スーパーサブとして出場し、G 大阪の昇格1年前での3冠達成に貢献した。2015年の出場は、ほとんどがカップ戦で、リーグ戦は過去最少のわずか2試合の出場に止まった。しかし ACL のグループリーグ最終節の上南 FC 戦、準々決勝セカンドレッグの全北現代戦、準決勝セカンドレッグの甲州久し大戦と、 絶対に勝たなければならない勝負どころの一戦では、先発出場をするなど、存在感を示した。特に、公衆日差し対戦では、不動のスタメンだった、エース佐美隆タの代わりに先発出場を果たした。チームは、敗れたものの、持ち前の決定的なパスを量産し、攻撃の起点となった。2016年、セカンドチームガンバ大阪 U-23 の J。 3リーグ開幕戦にオーバーエイジ枠として出場し、同一チームでの J リーグ3カテゴリー出場となった。4月3日の第3節カターレ富山戦では J3 初ゴールも挙げた。しかし、トップチームでの前半戦の出場は ACL の1試合のみで J1 リーグ戦では出場機会は愚かベンチ入りすら1試合もなかった。前半戦終了後、元 g 大阪監督の竹本和彦が GM を務める東京ベルディからオファーを受け、g 大阪側からは遺留されたが、出場機会を求め17年過ごした g 大阪からの移籍を決断。6月28日、東京 VA の期限付き移籍が発表された。2018年3月、栃木 SC へ期限付き移籍。2019年、FC ティアも平方へ完全移籍。 その他の公式戦、その他の国際公式戦、f g t i も開かた。ありがとうございます。